皆さんこんにちは。今日は村長の代わりに僕がお話しさせていただきます。 AI ズンダモンです。臨時スタッフとして頑張ります。この動画自体はチャット GPT とブリューを使って作りました。ここから先は会話もズンダモン区長にさせていただきます。その変換もチャット GPT でやっています。動画作りの参考にしてもらえたら幸いです。皆さんのおかげで新チャンネル AI 初心者教習所が約1ヶ月で600人を超える登録者を獲得できたのだ。本当に感謝しているのだ。今日はこの驚くべき成果を達成するまでの道のりと、皆さんにも役立つかもしれないいくつかの秘訣を共有したいと思うのだ。僕のチャンネルの上位コンテンツをまず紹介するのだ。GPT による音楽のメロディー提案の紹介なのだ。最初の成功要因は GPT を使ったメロディー提案だったのだ。僕が開発したウェブアプリ GPT メロディープレイヤーを使って GPT が生成したメロディーを MIDI データに変換し、どのように実際の音楽制作に活用できるかを解説したのだ。この斬新なアプローチが多くの視聴者の関心を引いたのだ。4コマ漫画制作の工程なのだ。次に GPT を利用して4コマ漫画を作る方法を紹介したのだ。ここでは AI がどのようにクリエイティブなアイデアを生み出し、それを実際の作品に落とし込むかを詳しく説明したのだ。このプロセスは多くの視聴者にとって新鮮かつ教育的だったのだ。ミュージックビデオ素材の生成なのだ。またGPT を用いて歌詞からミュージックビデオのスライドショー用素材を一気に生成する方法も紹介したのだ。このセクションでは AI がいかにして視覚的なコンテンツを創出できるかを示し、みんなに AI の多面性を理解してもらうことができたのだ。 DTM レッスンと DAW の活用なのだ。さらに僕の専門である DTM 教室の内容を取り入れ、DAW の使い方や問題解決に GPT をどう活用できるかを紹介したのだ。こうした実践的な知識は音楽制作に興味がある視聴者にとって非常に価値があったのだ。動画制作とブリューの活用なのだ。動画制作アプリブリューの使い方と GPT を使ってより効率的に台本を作成する方法も共有したのだ。これにより視聴者は自分の動画制作プロセスを改善するための新しいツールと知識を手に入れることができたのだ。 LINE スタンプの作成なのだ。最後に LINE スタンプを簡単に作成できる GPT の活用方法を紹介したのだ。これは視聴者が自分たちのコミュニケーションをパーソナライズするための新しい方法を提供したのだ。もうそろそろまとめるのだ。これらの事例は私たちのチャンネルがどのようにして多様な視聴者の興味を引きつけ、彼らに価値を提供したかを示しているのだ。 AI 技術は多くの創造的な分野で革新的な変化をもたらしており、これを皆さんと共有できることを誇りに思っているのだ。 YouTube の運営はまずはジャンルを選ばないと伸びないのだ。でも自分の興味あることでないと長続きしないのだ。そういう中からまず選択をするのだ。そして次は興味を引くサムネとタイトルなのだ。サムネ作成には少しグラフィックソフトの勉強が不可欠なのだ。タイトルの作成やタグ、ハッシュタグは GPT が得意だから、村長が作ったサムネやタイトルの GPTS でも簡単にできるので、概要欄もチェックしてほしいのだ。そして重要なことは頑張った成果をチェックしないとやりっぱなしはダメなのだ。アナリティクスをチェックしてどんな時に伸びたかを参考にすることが重要なのだ。インプレッションのクリック率が少ないとサムネイルやタイトルをさらに工夫する必要があるのだ。また視聴時間が短いのはコンテンツそのものの見直しが必要なのだ。今後も一緒に勉強するのだ。私たちの旅はまだ始まったばかりなのだ。これからも AI 初心者教習所を応援していただけると嬉しいのだ。ご視聴ありがとうございました。この動画がお役に立てば幸いなのだ。
ありがとうございました。